やっほーみめです。嬉しいお知らせがあります。妊娠じゃなくてニュージーランドに帰ります。はい、3年ぶりにニュージーランドに帰ります。帰ります。国に帰ります。ニュージーランドに行くね。え、めっちゃ楽しみにしてるけど、すっごい悩んでますよ。なぜかっていうと、もう3年ぶりだし、私日本ずっと住んでて、もう9年日本に住んでて、ニュージーランドのことどんどん忘れてるよ。私の日本語は全然上手じゃないけど、英語もかなり下手になりましたよ。一人で行きますけど、夫がいないと私は死ぬかもしれないし、猫がいない生活ができない人間です。ニュージーランドは私の国なんですけど、絶対にリバースカルチャーショック受けるよ。大好きな日本から離れる前にやっておきたいことがいっぱいありますよ。ありすぎて時間がなさすぎてどうしよう。とりあえずやっておきたいことをググってみよう。お台場に行ったことがないので行ってみたいでしょう。そしてお台場といえば、あ、ガンダムさん会いたいよ。今日は人生初のお台場です。カラオケに行く。カラオケめっちゃ行きたいよ。ストレス解消したいよ。人からでもいいんじゃない？ウォシュレットのボタンを全部押す？これおすすめできないな。プリクラを撮る。いやー、一振りは寂しすぎます。満員電車に乗る？誰も乗りたくないよ、満員電車。遊園地の乗り物じゃないよ、満員電車。寿司を食べる。日本の寿司は間違いなく世界一ですね。今日のご飯は、寿司。100均で買い物をする。じゃあ、お土産を100円ショップで買うから、一石二鳥。自動販売機でご飯を買う。何でもかんでも自動販売機で買う。日本の自動販売機はすごいですよ。まあ、かなりすごいと思いますよ。ニュージーランドの自動販売機はね、お金を食べるマシンだけですよ。でも何でもかんでも入ってるわけないでしょう、自動販売機って。普通の自動販売機でご飯を買うならこうなっちゃうよ。ご飯を買うのよ。コンビニがあるから自動販売機でご飯を買う必要ないよ。渋谷スクランブル交差点に行く。あの交差点でみんながもしスキップをして。日本の包丁買う。いや、これは絶対ニュージーランドに持ってっちゃダメだよ、包丁とか。
ねえ、いつニュージーランド行くの？あ、明日。明日？早く準備しろよ。はい。この動画が面白いと思ったらいいねを押してください。私インスタグラムとツイッターもやってますので、フォローミーフォローミーお願い、フォローミー、チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。